チンチンになったからピーって何？ねえ、チンチンがピーって下ネタ？ひまなつ。おそす、どうもひまなつです。今回はですね、クソデカ林というゲームをね、やっていこうと思うんだが、なんだこの感じは。待機画面の画面と音が合ってなくないか、なんか海外のなんか不良バンド息子部屋みたいのが見えてんだけどさ、でなんかむちゃくちゃ和風なビジュアルなのよ。このギャップは何？新種のギャップ萌えみたいな。いやんだ。ちょっと早速やっていこうと思います。な、これはホラゲでいいのかな。お、は？なんかなんかむちゃくちゃいにしえの平成のアニソンみたいな流れてくるよ。あなたすごい、これほどまでの急カーブでコップに波一つ立てないなんて。パパ、ゆうくん、急なカーブが続いたけど車酔いは大丈夫かい？うん、大丈夫。酔いしれてはいたけどね。なんだこいつ。ああ、よかった。なぜだか参道でこの曲を流すと無性にコーナーを攻めたくなってしまうんだ。これな、何、なんかイニシャル D 的な感じ。今流すのは危険だから消しておこう。急に消えた。そうそう、夕方頃にはおじいちゃんのお家に着くからね。夕方か、ママも来れたらよかったのにな。ママは臨月だから赤ちゃんが生まれるまで東京のお家で安心にしてなくちゃいけないんだ。おじいちゃんになるまではおじいちゃんたちのお家で楽しく待っててね。弟かな、それとも妹かな。ゆうくんは弟と妹どっちが生まれたら嬉しい？これさ、一生同じとこぐるぐるしてるだけだよね、これね。どっちも嬉しいけど、弟か妹、まあツンデレな妹もいいし、でも弟と一緒にベイブレードとかもしたいし、悩ましい。友達みたいに遊べる弟がいたらいいなって。バスターファイブごっことかできるし。よし、俺と近しい思考を持っているなこいつ。そうだね、パパたちが何とかしてみせ、なんでコントロールできるんかお前。おい、なんかなんか今クソコア地蔵みたいなのいなかったかなあ。外にお地蔵さんがいっぱい並んでたよ。あれなーに？あれは生き肝地蔵といって、この土地に根付いた神様を奉るための石。生き肝、怖い響きだね。そりゃそうさ。袖引き山にはたたり神という怖い神様がいるんだよ。なんで来たんじゃ。名前をカボメ様といってね、もともとは都で乳母として使える優しい女性だったんだ。おう。しかし面倒を見ていた姫様が不治の病だと知り、なんとか治す方法はないかと占い師のもと訪れたんだ。え、なんか急に降りそうみたいなイラスト出てきたけど大丈夫か。すると占い師はこう言ったんだ。赤子の生き肝を手に入れなさい。それも女児の生き肝でなければなりません。優しい女は悩みに悩み抜いた末についに決心した。この袖引き山に居を構えて妊婦を見つけては腹を裂き、女児の生き肝を手に入れようとしたんだ。しかし先ども先ども出てくる赤子は男の子ばっかり。次第に女は目的を忘れていった。ついに女児の生き肝に執着するカボメ様という山のたたり神になった。なるほど。そしてこの話は続きがあるんだ。日本の神様は一度に大量の子を産める。そうなの？100、118坪とかいける感じ。カボメ様は生きた人間に憑依してあの世で大量に子を産ませ続けるんだ。なるほどね。なのに一度に何百と生まれてくる子は全て男児。男児と分かると泣き声に感触を起こし三次の川に流してしまうらしいんだ。ちゃんと怖いや、なんか今んとこね。自身の子を執着によって殺めてしまうカボメ様が悲しみを癒すために建てたとされるのがこの生き肝地蔵ってわけさ。近くに住む人たちはたたりを恐れて古くからこの地蔵をたたっているんだよ。あのしか、お前、あのしか言わねえな。
陰キャか？はっ、あ、ごめんごめん、大丈夫だよ。これは古い言い伝えだし、それにおじいちゃんってすんごく強いんで。おじいちゃん、バスターファイブで言うとどれくらい？ブラックメタル将軍。あー、いいね、ブラックメタル将軍だったら安心できるかも。なんだかいろいろお話ししてたらお腹も空いてきちゃった。おばあちゃんがゆうくんの大好きなカレーを用意してくれてるってさ。もちろん福神漬けもいっぱい買ってあるって。まあ確かに福神漬けをなんかやっぱもりもり皿に襲って、あのカレーでお腹いっぱいにならない部分を福神漬けで満たしていた学生時代が私にもありました。いや、このタイトルロゴにはならんやろ、この流れで。視点移動。あ、ガキンチョだから低い。視点が低いよパパ。声間違えた。待って、なんか顔近っ。パパはこれから友達と用があるからここでバイバイになっちゃうんだ。こんな時間からみんなで山登りに行くなんて大人って大変なんだね。大事な御用だからパパたち頑張ってくるね。お着替えが入ったリュック、少しリュックサック、着替えがたくさん入っていて少しずっしりしている。僕のお気に入りのパンツも、もちろんこの中。お気に入りのパンツ何色なんだろう。あとそうだ、キッズ携帯だ。これは念のため渡しておくだけだからカバンの奥に入れとくね。バスターファイブが待ち受けだ。僕らはいつも維新伝心けど、今回は田舎のスローライフを満喫するからカバンの奥に入れておこう。おじいちゃんたちのお家の場所はわかるかな。この駐車場を出たら右に曲がってずっと行った先にある林の中だよ。気をつけて行っておいでね。いや、僕れよ普通に。え、どっち？なんか僕夏みたいな世界線。え、待って、普通に今話聞いてなかった。俺、いけない壁が僕の道を誘導してくれている。パパ、ジュース買ってよ。僕ジュース飲みたいな。普通にグラフィックいいな。ちょっと待って、俺なんかこいつ見たことあるぞ。俺こいつ見たことあるぞ。たけしだよな、これな。クソデカうんこの。ことが紡ぐ日本の調べ。紡ぎましょうよ。おい、こともおしゃべりしよろやん。ことって、線の数が多くて難しそう。そう思ったことはありませんか？この線、弦って言うんですよ。実際弦の本数多いんでむずいです。けど、ハープの方がむずいです。線の数が多いので。あ、ハープの線も弦って言うんです。なんか、下手そう。わぁ！わからん。は？ゴーさん。ユウくん、久しぶりだね。少し大きくなった。ゴーさん、久しぶり。今年で年中さんになりました。年中さんで俺こんなはっきり喋れないよ。通りでお兄さんに見えるわけだ。こっちにいる間に、またヒーロンごっこしような。どう考えてもこれブラックメタル将軍だよな、こいつな。今日はこれから、ユウくんだったわ。ユウくんのパパと山に行くから忙しいんだ。また今度遊ぼうな。山に行くのになんで楽器を持って行くの？これは、レイブパーティーだよ。山の流れでどんちゃん作業するってわけさ。へーん、大人って大変なんだね。ゴーさん、うっかり食堂、感激ラーメン、お助け。いや、ちょっとお助け壊ない？うっかり食堂、感激ラーメンはなんかちょっと可愛いんだが。うっかり食堂、感激ラーメンどこにあるんですか？この雰囲気だけで怖いみたいな空気出すなよ。おい、このクソ田舎に電車走ってんか？え、何、またなんか誰だ、なおこさん、達夫さん、お久しぶりです。大丈夫？なんだ、知り合いかよ。あ、ようくん、久しぶり。もしかしてもうパパたち公民館で待ってる？二人とも待ってますよ。あれ、山に行くのにドラムスティックを持ってくの？これは職人だよ。苗木の香りに植えてみようかと思って。そうなんだ。また今度バスターファイブごっこやろうね。もちろんさ。おじいちゃんちまで気をつけて。いや、そんなに、バンドマンアベンジャーズ結成してんのこれ。バスターファイブってことだから、あと3人ぐらいバンドマンとわしは出くわすわけだ。うっかり閉店しました。
お助け無用。あら、ラーメン屋ラーメン屋、おい、感激ラーメン屋。足立、あ、どうやらわしは足立らしい。あれ、ばあちゃん、ばあちゃんにしてはなんか若そうだよな。ばあちゃん、あ、ばあちゃんと顔見たらばあちゃん顔だった。お父さんの方が顔面白い。いらっしゃい。ここまで大変だったでしょ。おばあちゃん久しぶり。全然へっちゃらだったよ。まあかっこいいわ。あ、うふふ、ゆうくんの大好きなカレー焼いてきてるわよ。じいちゃんも心待ちにしてるわ。家に上がってお顔見せてあげて。平和ですね。富士山、お邪魔します。まずはおじいちゃんに挨拶しなくちゃ。うわあ、おばあちゃん家に絶対ある人形だ。うわあ、おばあちゃん家には絶対に存在しねえステッカーだ。あ、いた。じゃいちゃん、あっつー、北欧からの地獄の叫び、30代からの奴の辛さ、ヘルニア。メジャー、夢の舞台に駆け上がれ。なんだこれ、ウォークマンか。これは、あ、前にテレビで見たことある。確かミュージックプレイヤーって言うんだっけ。サブスクがなかった時代はパソコンから音楽を入れて聴いていたらしい。お前絶対年中さんじゃないだろう。あのアメリカ西海岸のキュウリアロードマンや達人的なスラッシュメタルで日本を征服、日本の大学で大暴れ。いいね、なんかキラートマトに近しい B 級さを感じます。このイラストかなり好きです。私、一旦じいちゃん話すか。優しそうな顔しとるよ。神引き新聞、なんか SSR 当たりそうな。待って、衝撃、恐怖と謎に包まれる廃山、松沢村にて行方不明者捜索事件。いいですね、でも前作の情報があるのいいですね。あ、これ袖引き、めちゃくちゃ神引きに見えたぞ。私は、じいちゃん話すか。おー、じいゆうくん、そういうところから、いや、よく来たね。おじいちゃん久しぶり。僕もうお腹ペコペコで。あ、そうかいそうかい。今おばあちゃんがカレーを用意してくれてるよ。この部屋の隅にある座布団の上にリュックを置いて、洗面所で手でも洗って夕食の準備を済ませておいで。おーい、座布団の上にこれか、リュックを置いた。手洗う前にお家探索しよう。泣かない、泣かない。あ、手洗っちゃった。手を洗った。カレーできたわよ。ちゃぶ台に置いておくわね。なんとかタオルの底力、槍の香り、最悪じゃねえか。一番なくせその匂いはなんかめちゃくちゃクリアクリーンみたいな、めちゃくちゃ見たことありそうなパッケージだな。え、待って、あのこと教室、うちのばあちゃんがやってんの。マジかよ、うちのばあちゃんすごいな。え、なんか、一旦見なかったことにしとくか。なんかすごい部屋あったけど、一旦見なかったことにしとこうか。ばあちゃん、あの部屋何？しかもなんか見て、太極拳でカレー作っとる。一旦じゃあ食べますか。カレーじゃあ早速、いただきま、うわ、福神漬けが乗っていないじゃないか。僕は、福神漬けがないとカレーが食べられないたちなんだ。これは今すぐおばあちゃんに、もらいに行かねえぞ。なんだこいつ、どんな癖の強さなんだこいつは。おい、福神漬けがねえと俺はどうなっちまうか分かんないぜ。おばあちゃん、福神漬けください。あら、ごめんなさい、乗せるの忘れちゃってた。みそのあのホラーっぽい音で福神漬け出さないで。塩分 5億% カット、いろんな意味でホラーかもしんないけど、5億種の野菜。なんか頭悪いわ。ゆうくんは福神漬けがないとカレーを食べられないタチだもん。こんなんかムカつくな。性質かっこタチを強調されてる感じでむちゃくちゃムカつくな。これでよしと。あ、バスター5の時間だった。おじいちゃんテレビつけていい？いいよいいよ、好きな番組を見ながらお食べ。まあ、でもじいちゃんもばあちゃんも優しいな。ゴーン戦隊バスター5。そこまでだ、ブラックメタル将軍。お前は街を壊しすぎた、ゴロゴロだ。あっはっは、ゴロゴロだ。しかし、まだ足りない。行け、お前たち、破れかぶりだ。なんであんな棒読みなんだ。カレーも美味しくてお腹いっぱい。そうだ、おばあちゃんにお皿持っていかなくちゃ。
じ今晩の食卓はじいちゃんの頭です。ガッソ様、あちあちでとっても美味しかったよ。お皿まで持ってきてくれたのね、偉いわ。なんだ、ごめんなさい、大きい音でびっくりさせちゃったわね。夜間がチンチンになったからピーってなった。チンチンになったからピーって何？ねえ、チンチンがピーって下ネタ？へえ、チンチンでピーなのか。と、そうよ、とっても暑いからゆうくんはコンロを触っちゃダメよ。さあ、お風呂の準備ができてるから入ってきちゃいなさい。コンロを触っちゃダメってこと？チンチンでピー、チンチンでピーだからよ、パンツ必要だもんな。確かにな、チンチンでピーなのかチンチンにピーなのかもうわかんねえし。バスター5だ。ちょっと待って、年中さんの割には結構もっこりめ。じゃあお風呂入りますか。うんふんふん、チンチンがピー。びっくりした、ドア開く音怖ない？なになになに、なんかぐちゃぐちゃしてるよ。誰？なんか始まった、なんか始まった。ドゥン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 。は？は？なんじゃい？ゆうくん、怪我はないかい？僕は大丈夫だけど、おじいちゃんその格好は一体？それに、お風呂場の先にいたのは誰なの？ごめんよ、こんなはずじゃなかったんだ。こうなった以上はゆうくんに話さなければならないことがあるんだ。気持ちが落ち着いたらおじいちゃんのお部屋に来てくれるかい？いやいや、もう何がなんだかさっぱりキャベツなんだけど俺。どういうこと？え、しかもさ、俺今さ、ここに脱いだ服とか替えのパンツがあるわけじゃんか。多分わしチンチンじいちゃんちょっと面白いな。この開き方じいちゃんかっこいいな。ゆうくん、気持ちは少し落ち着いたかい？まだちょっぴり怖いけど大丈夫。ねえ、お話って何なの？実はゆうくんのご先祖様は不思議な力を持つ陰陽師だったんだ。名は足立実盛。そして本題はここから。実盛は全国を旅しながら怪異にまつわる相談を受け回った。ある日、袖引き山で妊婦がさらわれる神隠しが頻発していると相談を受けた。この山には赤子の生き紐に執着を持つたたり神カボメ様がいるという噂が立っており、実盛は急いで山へ向かった。体重の8倍くらいある大量の楽器を背負っていたとされる。8倍！耐えん耐えん、それは肉体がもはや焼けっぱちになり、商売道具の楽器にすら憎しみを抱き始めた瞬間、遠くに明かりの灯ったボロ小屋を見つけた。小屋を訪ねると女が一人で暮らしていた。事情を話すと今夜の寝床と食事を快く用意してくれるという。食事を取り終えてしばらくくつろいでいると、女がニュッと立ち上がり話しかけてきた。それでは私はまだ仕事がありますので家に戻ります。大事な仕事ですのでどうか覗かぬようお願いします。一人になって部屋の中を何気なく見渡すと、部屋の隅に女の暮らしぶりには見合わない貴重な絹や織物が積まれているのを見つけた。ヤマンバ的な感じ、もしかして。もしや旅の者たちが宿のお礼として置いていったものだろうか。しかし渡せるようなものは何も持ち合わせていない。そうだ、女に演奏を聞かせてやろう。そう思い立ち、演奏の準備をそそくさと済ませ、うっかり作業部屋の扉を開けてしまった。おい、びっくりした。その瞬間、赤黒い闇が周囲を覆う。女の正体はたたり神カボメ様だった。しまった。闇はさらに深まり、実盛自身が神隠しにあってしまっていると瞬時に判断した。完全に迫る能面のような表情の女をしのけ、準備していた楽器の元へ向かって全力で走る。ピカルの定理の白鳥さんにめっちゃ似てない？いや、あの作画の後この作画にはならんよ。
それはもうワンマンバンドのごとく一人で演奏するには完全にキャパオーバーの音数と音量で猛烈な囃子を披露するサネモリ。ギャー今だえいよサネモリが力の限りそう叫ぶと、カボメ様を三次の川のほとりまで吹き飛ばし、扉の中になんとか閉じ込めることができた。扉の閉まる音を聞いて、思わず胸を撫で下ろしたその瞬間だった。ガンガンとする頭痛と同時に頭の中にカボメ様の声が響き渡ってくる。玉の一台に松台まで呪いをかけた。今後一人目の子は必ず男児が生まれる。その一人目の子が6歳の誕生日を迎えるまでに二人目の子を出産しなかった場合、その男児は死ぬ。そして二人目の子は必ず主が生まれる。二人目の子は我が憑依し、より城として生き肝を作る道具として利用させてもらう。最後に、決して一族全員がこの土地を離れることがあってはならない。そう言い残すと声は止んでしまった。なんかいろんな怪談話みたいなのが混ざっとるな、童話とか。種森は都に妻と3歳になったばかりの息子を残していた。後日2人を袖引き山に飛び寄せてこの土地で一緒に暮らし始めた。すぐさま2人目をこさえると呪いの言葉通り女児が生まれた。何事もなく穏やかな暮らしを続けていたが、女児が12歳になったある日、忽然と姿を消してしまった。あ、より白にされたってこと？この呪いは今も現存しておる。パパの妹のナオコも13歳になったある日姿を消してしまった。ナオコおばさんって人がいるなんて知らなかったよ。けどそんなに危険なら僕おじいちゃんにいない方がいいんじゃ。それがそうとも言えんくてな、これ以上は長くなってしまうから後ろの本棚を調べ、6歳児に。もし内容が難しかったらまた明日ゆっくりお話しようね。大声林師匠、足立家の先祖である足立実盛によって書かれた当時の音楽理論を解説したもの現代風に待ってカスみたいな呪いをかけられてガチで落ち込んでいる。しかし現代の演奏技術であいつを打ち倒せるだけの音数音量を表現することは不可能だろう。ページがことごとく破られておりほとんど読むことができない。だいぶファンキーじゃねえ。平安にしてはカボメ異聞録。三途の川にほとりに封印されたと伝えられているカボメだが、特定の条件下で姿を現すという。なんか字がいっぱいで読むの嫌だな。それ以来足立家では母親が臨月の間は第一子の長男は袖引き帳から出してはならないという掟が生まれた。あー、だからわしは今ここに連れてこられたっちゅうわけじゃな。確実に稼げる副業絶対やめろ。じいちゃん確実にやめろ。じいちゃん確実に騙されてるぞ。で後ろの本読んだけどわしのタスクは何？お話少し怖かったんじゃない？大丈夫だった？それじゃあもうおやすみ。お布団はこの寝室の一番奥に敷いてあるのを使ってちょうだいね。なんでちょっと一個話してんのさ。お前挟んでよ。川の字で寝たいさ。真ん中にが良かったな。怖いし。今日は大変な思いをさせてごめんなさいね。怖くないように豆電球にしておくわ。おばあちゃん向こうにいるからね。なんかあったら声かけてちょうだい。まさか自分のご先祖様が陰陽師だったなんて。襲われた時は怖かったけど、ナオコおばさん取り憑かれているなんてかわいそうに。もうすぐ生まれてくる赤ちゃんだってナオコおばさんみたいになっちゃうのかな。ダメだ、すごく眠いや。また今度パパのお友達のゴーさんと哲夫さんにも相談しよう。おやすみ。おい、なんか今見えたぞ。え？ここはばあちゃん？寝ていたらカボメ様がそばにいて。ダメだ、思い出すと怖くて涙が出そうになっちゃう。誰かいないか家の中を探そう。異次元に飛ばされた今。人形も倒れてるし。あー、この感じダメだ。この懐中電灯拾おう。あれ、
懐中電灯の近くに紙人形みたいなものが落ちてる。走り書きで何か。ゆうくん、時間がない。急いでキッズ携帯を持っておじいちゃんの部屋に来るように。キッズ携帯はパパがリュックに入れてくれていたはず。リビングの隅に置いたままだから取りに行こう。いやちょっと待って、怖いって。いや、カボメ様いない。じいちゃんの部屋すげー。キッズ携帯を取ってって言うけど、いるよね。ちょっと嫌なんだけど、俺ちょっと嫌なんだけど、絶対さ、わーって来るやん。もうこれなんかチェイスとか始まるでしょ多分。ほんまに嫌なんだけど、あーもうやだ、あーもうやだ、あーどうしようどうしよう、もうあーもうだから、ほらほら、もうちょ、あーもうほらほら、あーもう、だって分かってたもん。ちょ無理じゃない、だって。え、無理くない、なんであそこにいんの。なんかないの、なんか武器とか、俺のパンツとか、おばあちゃんの包丁とかないの。待って、チンチンがアチチ、チンチンがアチチが。おばあちゃん、危険を承知でお許しください。正義の方のバスターファイヤー。あ、これで負けってこと。いや無理じゃん無理じゃん、早いや。これでよし。で、気づけて持って、お、電話が続く。ああ、やっと繋がった。ゆうくん、無事だったかい。パパ、一度しか伝えられないから注意深く落ち着いて聞いてね。今ゆうくんは神隠しにあっているんだ。そこで唯一現世に戻る方法を、大事な話だな。家の奥にあるお札まみれの扉はわかるかい。実はこの封印された扉はあの世に繋がっているんだ。あの世のどこかには三途の川があって、その近くに現世の出口がある。だから扉の封印を解いた先から出口を目指すんだ。実はご先祖様から伝わるお囃子にヘビーメタルの力を融合した、融合最強の囃子を完成させたんだ。その名をクソデカ囃子。タイトル回収。この囃子を流せば誰でも凄まじい呪力で扉の封印を解放することができる。それに騒音が苦手なカボメ様は林が流れている間は身動きを取れないはずな。その間に三途の川への道を探すんだ。わかった、やってみるよ。でも音楽はどうやって流せばいいの。音源データをキッズ携帯に送信しようとも考えたが、あ、だ、それはデータダウンロード機能が端末に用意されていや。じゃあもう大人用携帯買ってください。そこで通信環境がなくても使えるミュージックプレイヤーにクソデカ林を転送しておいたよ。ミュージックプレイヤー、パパの部屋の会話の途中でパパとの通話が途切れてしまった。待って、あの正面のヘビーメタル部屋ってあれ親父の部屋なの。親父癖強い。これか、パパのミュージックプレイヤー。とにかくお札の扉まで行って何か流してみよう。そろりそろり、あ、そろりそろり、あ、そろりそろり。うわー、嫌な部屋。じゃあ行きますか。円をマウスでなぞって選択。あ、そういうこと。一旦これ流してみるか。ダメなのこれ。ちょっと待って、なんか流れ変わったぞ。このやばい、あと47秒。うわ、いるやん。あ、でよし、あ、次のエリア来た。曲が流れてるうちに俺は行くぜ。イエーイ、ジャスティス。よっしゃ、行け。あ、ダルマアタック。あ、やばい、あいつでもさ、なんか全然追いかけてこないね。あ、でもやばい、この35秒以内に行かないと。よしよしよし、さあ行くぜ。最後これだ。なになに。おいいね、もちろん。くあー、クラスト待て。
俺は逃げるぞキッスみたいな奴らいるけど大丈夫か？あの、戻ってきた時のこっちの顔の方が俺ちょっと怖いんだが。ブラックメタル将軍、パパ助けて！あ、そういうこと？目の前にいるのがパパだよ。これは袖引山の火山灰を顔に塗っているんだよ。奴に挑むのに万全を期して友達二人と取りに向かっていたんだ。みんな心配してるから声だけかけてあげて。挨拶したらパパの隣に戻っておいで。あとはゆっくり休んでいいからね。俺勝ったってこと？ゴーさん、心配したぞ。けどやり遂げるなんて、ユウくんは本物のヒーローだな。じゃあここからは大人に任してくれ。じいちゃん、ユウくんよく無事で守ってやれなくてすまなかった。しかしヘビーメタルが林の力をこれほど強めるとは驚いた。ナオコ奪還のため全力で行かせてもらう。そうか、ナオコっつってたもんな。ナオコさん、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 ナオコさん。ダメだ、完全にモードに入っている。そっとしておこう。おばあちゃん、おばあちゃんごめんなさい。カボメ様の気を引くためにチンチンでピーしちゃった。ゆうくん、よかった。自分の身が危ないときはそんなの気にしなくていいのよ。もうクタクタでしょ。パパの近くで休んでなさい。さあ、最終決戦と行こうぜ。疲れてるのにみんなに挨拶できて偉かったね。来る。ボス戦？モンハンでもやってるんか？ゆうくん下がっていて、本物のクソデカ林をお見舞いしてやるぜ！は？なんか、お手が始まった？待って、はい、ちょっと待って、むずい。あ、音ゲー苦手。あんまこういうタイプの音ゲーやってこなかった人生。はいはいはい。ちょーい、ちょいちょい、わいわい、デス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 、破壊デスロイ。あー、人生初の音ゲーちょっと楽しくなってきたかも。ふえふえふえ、ちょいちょい、わいわい、力で切り裂け。ふえへい、ヘイヘイヘイ、あー全然ダメだ。ヘイヨーヨー、いくぜ。チンチンがピー、チンチンがピー、チンチチチンチンチンチチチン。あー、え、勝った？勝ったのか負けたのか、ミスりすぎて負けた。これ負けたな、これ多分な。あこれやり直さないといけないのか。じゃあ本気でやります。俺たちの、この、ヘビメタルの、悪魔の力を、さあ、結集させて、奴を倒せ。そして、俺たち、アダシ家の、アダシファミリーの、最強の力、今、貴様に、ぶつけてやるぜ！ナオコさん、みんな久しぶり。みんなのおかげで帰ってこれたわ。どう、ナオコさん、助けてくれて本当にありがとう。それからユウくん、さっきは本当に怖い思いをさせてごめんなさい。カボメ様がついてるだけって聞いてたから大丈夫。お帰りなさい。なんだかお腹空いちゃったみたい。まだカレーの残りがあるわよ。え、母さんのカレー、福神漬けもある。ナオコさんもまさか福神漬けブラザーズ？福神漬けが好きなの、ナオコさんも同じだったんだ。ねえ、おばあちゃん、僕もお腹空いちゃった。深夜だけど、今夜は特別ね。みんなでお夜食の時間にしちゃいましょうか。やったー！くそ！
そでかいカレー。どんな食卓やねん。福神漬け大盛りにしといたわよ。やった、やっぱりみんなで食べるカレーが一番だよね。いただきます。なんだこれは、なんだこれは、わからない。はちゃめちゃでいろいろと大変なこともあったけど、ついに僕のお家に男の子の赤ちゃんがやってきました。明日はおじいちゃんたちが僕のお家に遊びに来るみたい。みんなで赤ちゃんと遊ぶの楽しみ。いつか弟が大きくなったらバスター5ごっこできるかな。もちろん僕はブラックメタル将軍。いいね、敵キャラを率先して演じるのもいいですね。だってこの間のパパたち、大人がみんながかっこよかったんだもん。いや、ほっこり終われるかい。